everyone! What's up? My name is Irene. Please call me Ire-chan. It's time for Hello, Ire Channel! はい、このチャンネルでは短い時間ですぐに役立つワンポイント英会話を紹介していきます。恥ずかしがらずに Repeat after me! 声に出して英語を楽しく身につけていきましょう。それじゃあ、ハロー、イレチャンネル。今回のワンポイントレッスンはこちら。Let's hit the beach. Let's hit the beach. 直訳すると、さあ砂浜を叩こう、打とう。そんな意味がありますが、そういう意味ではもちろんありません。先日ですね、私五島列島に遊びに行きました。五島列島は本当に海が綺麗なんですね。人によっては沖縄よりも綺麗なんじゃないかなんていう風に表現する人もいるそうです。本当に美しかった。エメラルドグリーンの海が広がって、そして砂浜も本当に美しくて、いいなぁ、ここで遊びたいなぁ、夏が待ち遠しいなぁなんて、ヤマハの私ですらちょっと思ってしまいました。そんなわけで季節的には少し早いんですが、このフレーズにしてみました。ビーチに行こうよという意味が実はありますが、ん？ビーチに行こうよって、Let's go to the beach じゃないの？と思うかもしれません。間違いではありません。ですが、より自然な表現としては Let's hit the beach という方がとてもカジュアルな表現かなと思います。Let's hit the、 この hit the という表現はとっても便利なんです。例えばバーなんかに行った時、友達と席に着きました、さあ一段落してドリンクオーダーしに行こうかっていう時は Let's hit the bar ということができます。 hit the bar と使うこともできるし、あとはクラブに行った時も、着きました、さあ踊りに行こうかっていう時は Let's hit the dance floor、 ダンスフロアに行こう、そんな風にも使うことができます。でもやっぱり一番多く使われるのがビーチかな。 Hit the beach、 とってもカジュアルでポップで、海行こうよ、そんないい表現だと思いませんか。 Hit the、 いろんなシチュエーションに使えるんですが、一個だけ気をつけないといけないところがあります。銀行行こうよ、ちょっとね、振り込みとかお金出す時とか言いたくなるシーンがあるかもしれません。その時はくれぐれも Let's hit the bank と言わないようにしてください。これだと銀行強盗に行こうという表現になります。これではいけませんからね、気をつけてください。それでは一緒に発音していきましょう。 Let's hit the beach、 Let's hit the beach。 ぜひ使ってみてください。